渋谷区がですね、2012年に行った野宿者を排除する、まあ、封鎖が行われたんですが、そのことについてのですね、人権救済申し立てに対して、第二東京弁護士会が渋谷区に対して、これを人権侵害行為だというふうに認めてですね、まあ、勧告等を行ったということで、そのことについてですね、記者会見を行いたいと思います。でどのような内容の勧告なのかということなんですが、非常に簡単に申し上げますと、2012年の6月11日の早朝に渋谷区が御嶽公園、それから区役所の下のですね、駐車場、俗に地下駐と言われていたところですけれども、そことですね、区役所の前にあった公衆便所、これを一斉に封鎖して、そこで起居していた、寝起きしていたですね、野宿者の方々をですね、まあ、排除した、この行為についてはですね、人権侵害行為にあたるというふうにはっきり、認定いたしまして、で、その上でですね、このようなですね、ホームレスを排除したりですね、あるいは行政代執行手続きを安易に使ったりというようなことを行うのではなくて、きちんとですね、野宿者の人たちに必要な援助を行ったり、生活保護のですね、運用をきちんとしたりすることによってですね、これらの人たちが抱える問題というのは話し合いによって解決していくことを優先しなさいというですね、勧告が出たということです。それからもう一つ勧告の他にですね、今回支援団体が申し立て人の中に入っているんですが、それに関して渋谷区に対してですね、要望が出ました。でこの要望の内容というのは、簡単に言うとですね、この、野宿者のですね、まあ、封鎖による排除によってですね、同時に支援団体も活動の場所、炊き出しなどの活動の場所がですね、奪われたんですね。で、このことについてですね、まあ、渋谷区がホームレス支援団体のですね、活動に制限が及ぶようなですね、そういう措置を行うときには、まあ、野宿をしている人たちの生存権に関わる問題なので、その影響っていうのが最小になるように支援団体と事前に十分に協議をすることを要望するという内容になっています。まあ、要点としてはですね、渋谷区のこの野宿をしている方々に対するですね、排除というものが人権侵害行為にあたるんだと。でこれはまあ憲法25条や国際人権規約やホームレス自立支援法のですね、趣旨から考えると、もう人権侵害行為であるというふうにはっきり認定したことだというふう、そこが要点だというふうに捉えていただければと思います。ですからまあ、渋谷区が行っているこの野宿者を敵視して排除するような、その今の政策っていうのをですね、改めなければならないというふうにですね、この弁護士会のですね、勧告は言っているというふうに考えてよろしいんじゃないかと思いますし、これまでの野宿者排除のですね、政策について渋谷区は大いに反省してですね、政策転換をしなければいけないということを言ってるんだというふうに理解していただければよろしいのかなというふうに思います。この3カ所同時に行われた排除なんですけども、いくつもの支援者の立場からは卑劣としか言えないような渋谷区の態度が伺えました。一つは、事前に何かしらの告知が一切なかったこと、特にその中では支援グループや当事者の人たちが何度か不安を感じて区に確認に行ってますけども、その状態の時には封鎖をすることに関して一切お知らせがなかったこと、そしてこの排除が起きた後、渋谷区が排除された人もしくは支援団体の度重なる交渉を求めても一切それに応じなかったこと、人としてという部分で非常に私も怒りを感じていました。申し立て人の B さんは、当時は御嶽公園と地下駐と両方行き来されていました。で、寝泊まりも多分両方でされてたと思います。
で、今はその後だいぶ経ってから住まいを得られまして、今は住まいにいらっしゃるんですが、実はご病気をされていまして、ちょっと出てくるのも厳しいということで、メールでメッセージをいただきました。勧告は自分の予想よりいい結果で、このために努力 してくれた人たちに感謝します。渋谷区に対しては全く期待していないので、伝えたいことは特にないです。これがB さんからのメッセージです。6年前の排除に対する渋谷区への怒りは今も変わりません。611の同時排除は、寝る時間の限られた場所から御岳公園に移ってやっと落ち着けたかなと思った矢先のことでした。御岳公園にはテントを張ることができたので、時間や周りを気にせずに寝たり体を休められるとてもいい場所でした。その分、あの時の排除に対する怒りは言葉には表すことができない相当なものです。そしてその怒りは今も全く変わっていません。なぜかというと、あれから6年、渋谷区の態度は何も変わっていません。宮下公園の排除など今も続いています。こんなことばかりして渋谷区に何が残るのか分かりません。野宿する者にとって一番きつく嫌なのが排除、追い出しです。居場所がなくなる生活の不安と差別を感じます。人間扱いされていないんだなと思います。渋谷区は排除だけではなくて、福祉の対応も常に上から自分たちを見下しています。私がやらなきゃ誰もこんなことしてくれないよ。もう面倒見ないからね、というような言葉から、その見下されていることを感じています。とにかく渋谷区に対する怒りは強く、今も消えることはありません。この A さんは、その行政代執行によって、御岳公園の寝場所を失った後、やむなく移動した場所で今も野宿を続けておられますが、本当に時々こう排除とかが起きるたびに、かなり精神的に具合が悪くなられて、辛い思いをされています。で、明らかにもう排除して、あとはもう勝手にしろと言わんばかりの、排除でした。渋谷区の考えは、今までの、要するに対策なき排除っていうふうなことが言われてましたけれども、それじゃやはりかなり、批判を浴びてしまう。だから、排除がありきではなくて収容ありき、要するにハウジングファースト事業というものを、この間進めてますけれども、野宿者を、その本人の自己決定に基づかないで、施設なり、に入れて、ホームレスをゼロにすると、それをもって排除を実現するというふうな、対策というかに、転換というか、スライドされているような気がします。野宿生活を選択する人たちに対して、今もう社会問題になっている、貧困ビジネスではない、適正な住居ですね、当たり前の憲法が保障する住居を保障するということは必ずしも矛盾しないと思っています。政工会は実は新しくなった長谷部区長とハウジングファースト事業の件で3回ハウジングファースト事業の件をきっかけに3回話す機会をいただいたんですけど、その後ちょっとパッタリと途絶えてましてお願いがあるのは、やはり本当に十何年もですね、人を先導するつもりでやってる支援活動ではないので、まずそのことをきちっと分かった上で、
そして野宿の方々の命を第一に、オリンピックやお金や地位名声ではなくてですね、人の命を第一に考えた癖をしていただくためにも、ぜひ私たちや野宿している人たちとの信頼関係を築き上げる、築き直すところから始めていただきたいっていうふうに思います。以上です。